前上がり60ヤードサンドウェッジシャンクが出たり難しいですよね谷一です前上がりはね短く持ってとにかくコンパクトに振っていくのがコツあまり大きく振り上げずコンパクトに腰から腰の高さぐらいでスイングしましょう普段は60ヤードって言ったら 58度のウエッジで打ちますけど僕は52度で軽めに打ちますその方がコンパクトに打てるからですそしてワンピン右を狙ってちょっとフックかかりますので前上がりがきついとかぶってきますのでね、はい、でもあんまり右に振り抜かないで左側に体の方に振り抜いていきましょう後とはリズムよく。<music>